抗菌物質注入、抗生剤の点滴ですね。いや、自転車持ちました。車椅子130キロまで OK。 今までね、ここもよいしょ、ここが当たってね、ここがその手術した傷口なんですよ。ここからその心室性が出るということで、今までこうなっててね、ここが当たってたんですよ。それが当たらなくなりました。ここはデイルーム11階なんでね、見晴らしが結構いいんですよ。見えるかな。まあこんな感じですね。まあ今日12月29日、結局今年は正月はここで過ごすことになりました。横のこの傷口からの心室水が止まらなくて、毎日3回抗生物質を点滴ね。これはあの電解水ですけど、これは常に流しっぱなしで、これに1日3回、抗生物質を混ぜて、流すんですけど、まあとりあえずそれでその炎症反応をなくすと、それが炎症反応が消えなければ手術ができないということですね。それがいつになるかわからないという、それが問題です。まあ人生いい時もあれば悪い時もあるということでね、まあ去年から事故に遭って今まで、1年間のうちに半年入院しているわけですけれども、まあその前の5年間キッチンカーで仕事してて、生き生きどんどんでやってきて、まあコロナまで2019年までようやく、あ、これはいけるなとどこまで来たんですけれども、それでこの低たらくなんですけれども、まあそれまでは楽しすぎたもんね。もう右肩上がりにガンガン売り上げは伸びていくし、まあ、最初は悲惨でしたね。あのきりたんぽとか、いぶりがっこ稲庭うどん持って東京に、売りに出たんですけれども、まあ物仕入れて売りに出たって間に合うわけないんですよね。結局交通費で足が出て、より自分の首を引っ張るような格好で、でもまあその後前からやってた飲食の方、まあ屋台ですね、それをやるようになってからプラスになったんですけれども、でもって、まあ車、せっかく車で行ってるから車を改造してキッチンカーで仕事をしようと、キッチンカーでやり始めてから5年かな。その間どんどん毎年右肩上がりで良くなっていって、これでやっとまあ金を返しながらまあ楽しくやっていけるなと思うようになった矢先にコロナで、しばらく休んで、ようやくコロナが少し収まってきて、これはいいなと思って、中野行ったらこの交通事故と、これがまたいつ治るかわからない、まあ困ったもんです。この間入院してた時、いつだ、今年の3月頃かな、4月だったかな、まあ、同じ部屋の中でそのストマ、人工肛門ですね、をして、糖尿病で、足を切断して、おまけに人工透析で、そういう人がいました。あれじゃあやっぱり厳しいだろうなと思いましたね。まあ何だろう、そのイメージでそのいつもその思い出すんですよ。まあこう言っちゃなんですけど、あの人よりはマシだなと、まあこういう考え方は良くないかもしれないけども、そうでも思わなきゃやってられないですよね。まあこれから先、まあ少し良くなったら、
まあ、車をまたちょっと改造しまして、今、商売する車がないもんですから、少しまた、これからまあいくら仕事できるかちょっとわからないけども、まあ、メニューも縮小して、やろうかなと思ってます。でもその、やってるうちにやっぱり欲が出てくるんですよ。いろんなものやりたいとか、あれもやりたい、これもやりたいとか。まあ、いろいろ考えてはいるんですけどもね。今年もまあ2つばっかりいろいろメニューを考えたんですけど、まあ、どうすかまだわかりませんが。まあ、デザート系かな、やるとすると。まあそんなにガツガツしなくてもまあなんとか、やっていきたいなと、まあ、趣味程度ってばおかしいけどそんな感じでやっていきたいなと思っております。この時この次の治療がどういうことになるのか知る由もなかった。